今回は2024年巨人の先発ローテ投手編成事情について考察していきます。阿部新監督のもと投手陣の補強を進めており、ドラフトでは1位で西舘勇陽を引き当て、2位で森田俊也、5位又木哲平といった社会人の即戦力投手も合わせて獲得しました。FA の山崎福也の獲得こそ逃したものの、ソフトバンクから高橋礼、泉圭介、オリックスから近藤大輔をそれぞれトレードで獲得、さらに現役ドラフトで阪神の馬場康介を獲得して、着実に投手陣の駒を増やしています。昨年は何といっても中継ぎ陣の崩壊、駒不足が露呈しましたが、今年は改善しそうです。先発ローテから見ていきましょう。先発ローテーション予想。当確なのはすでに開幕投手に内定している戸郷翔征と、今年2桁勝利を挙げた山崎伊織の2人です。グリフィン、メンデス、赤星雄二、菅野は他の選手とは一歩リードといった印象で、キャンプやオープン戦でも結果を残せば、この4枚が開幕ローテに入ってくると予想します。そこに割って入るのは横川海、井上晴人、松井颯、高橋礼、ルーキーの西舘、森田。グリフィン、メンデス、赤星、菅野が調子を落とした時に穴を埋めてくれるでしょう。横川はここ数年フォームをコロコロ変えていましたが、原前監督からタワマンと称された長身から投げ下ろす新フォームで飛躍のきっかけを作りました。さらに秋季キャンプでは来季から就任する宇都宮コーチの伝家の宝刀チェンジアップを教わるなど、新球の取得に取り組んでいます。横川は今シーズン左打者に2割5分8厘の被打率を記録しており、右打者よりも打たれています。横川はシュート系の球がなかったので、ツーシームやチェンジアップを取得し、左打者の内をつけるボールがあると、得意のスライダーもより生きるのではないかと思いますね。井上は1軍では苦しいシーズンになりましたが、2軍では防御率 0.75 と無双。2022年8月14日の広島戦では、西川龍馬からストレート3球で3球三振を奪うなど、大気の片鱗も見せています。球界屈指のミート力を誇る西川に一度もバットを振らせなかったあのシーンに痺れたファンも多いでしょう。しかしファンからの期待が高かっただけに、近年の伸び悩みにはファンからも厳しい声が出始めています。巨人ファンは石川慎吾や若林明弘のような2軍の帝王を多く見てきたので、敏感になっているのでしょう。井上も今年の大卒ドラフトと同い年なので、そろそろ覚醒してほしいですね。ストレートは一級品なので、スライダーやチェンジアップなどの変化球を磨いて、今永のような左腕になってほしいです。松井は2000年生まれの24歳、明星大から2022年の育成ドラフト1位で入団すると、5月には支配下登録され、プロ初勝利を挙げました。その後ファームに落ちましたが、ファーム優秀投手賞を獲得しています。秋には井端監督の初陣となった侍日本代表との練習試合で先発し、3回無失点と好投しました。松井の武器は何といってもシンカーです。カウント球でも決め球としても有効で、仮に高めに抜けても打者のタイミングを外すことができ、カウントを稼ぐシーンも見られました。シンカーは小判になるくらいの低めのボールゾーンに投げるのがセオリーだと思いますが、松井のシンカーは独特で、高めやゾーン内に投げても落差があるので、カウント球にも使えるのです。基本的にカウントが悪いときは見逃されると、さらに不利なカウントになるので、落ちる系の球は投げにくいです。ですが松井の場合はベルト付近の高めからでも落差があるので、ストライクゾーンに投げても打ちにくいので、カウントが悪くてもゾーン内に要求できるため、不利なカウントでも要求できそうです。松井は三振を狙うときは小判、カウントを稼ぎたいときはストライクゾーンと使い分けている印象です。松井は春キャンプまでにこの精度を上げてくるでしょう。ドラ1西舘の起用法はまだ明言されていませんが、先発でしょう。
ランナーがいなくても常にクイックで投げ、最速155キロと抜群の球威を誇ります。また大学では入れ替え戦というプレッシャーのかかる場面で結果を残すなど、マウンド度胸も指名に至った要因だと水野スカウト部長が明かしました。ドラフトに際して映像を見た感じだと、カットボールやスプリット系のストレートに似た変化の小さい球が武器なので、ストレートの出来が重要になるでしょう。ドラニの森田は1997年2月生まれの27歳、早生まれなので28歳になる年で、岡本和真と同い年のオールドルーキーです。富山商業から法政、ホンダ鈴鹿と渡り巨人へ入団しました。ツーシームやカットボールを武器に打たせて取るタイプの投手で、今季最強の内野守備陣を誇る巨人と相性が良さそうです。先発陣の最後は高橋礼です。ソフトバンク時代には新人王を獲得するなど素晴らしい成績を残しました。実際阿部監督が今まで対戦した投手で球が速いと感じた選手のベスト3に選ぶほどです。また巨人にはソフトバンク時代に2軍コーチとして若き高橋の基礎を作り上げ、新人王獲得に貢献した久保コーチがいます。チーム合流初日から付きっきりで指導し、ここ数年の不振を変化球に頼っているからと分析しました。高橋の最大の武器はアンダースローから投げる140キロを超えるストレートです。140キロと聞くと遅く感じますが、渡辺俊介や牧田など往年のアンダースローの選手のストレートは130キロ台。アンダースローの投手は軌道も独特なので、この球速でも打者にはとても速く見えます。阿部監督を驚かせたアンダースロー独特のストレートにもう一度磨きをかけて復活することでしょう。というわけで先発ローテは戸郷、山崎伊織、グリフィン、メンデス、赤星、菅野で回していき、穴が開いたところを横川海、井上春人、松井颯、高橋礼、西舘、森田で埋めることになるでしょう。中継ぎ、中継ぎの整備が優勝には必要不可欠です。まず8、9回は中川、大勢にやってもらわないと困ります。中継ぎが8人ベンチ入りすると仮定して、バルドナード、菊池大輝、田中千春、高梨雄平、泉、近藤大輔、馬場、船場様広政がベンチに入ってくるのではないかと予想します。こうなると左が少し少ないので、森田や又木が中継ぎに入ってくることも十分考えられます。それでは役割ごとに見ていきます。7回の男、特に期待するのはバルドナード、菊池、泉です。バルドナードは昨年途中に加入した剛腕左腕です。21試合に登板し防御率 1.69、シーズン途中には13試合連続無失点を記録するなど安定した成績を残しました。常時150キロを超えるストレートとキレのあるスライダーに加え、腕が少し遅れて出てくるようなフォームでタイミングを合わせづらいといった印象です。細かいコントロールはないため、粘られるとフォアボールも多く劇場型といったイメージで、数字ほどの安定感はないです。菊池は1999年生まれの25歳、2021年育成ドラフト6位で入団、その後支配下へ上がってきた投手です。150キロを超えるまっすぐと縦割れのスライダーのコンビネーションは打者にとっては厄介です。今季も50試合に登板してイニング数を超える三振を奪っています。イップス気味でピッチャーゴロなど近い距離の送球に不安がありますが、下から投げるなど日々工夫をしながら改善しています。最後はトレードで加入した泉。泉も高橋礼同様にソフトバンク時代、久保コーチにはルーキーの頃から二人三脚で指導を受けてきました。こちらも合流初日から体重移動などの指導を受けていました。泉は2022年シーズンの最終戦で優勝を逃す要因となったホームランを浴びたことでメンタル的な問題も抱えているので、最初は楽な場面での起用もあるかもしれません。左キラー、左キラーとしては
高梨、大江流星、そして育成の吉村優政府に期待がかかります。高梨、大江はすでに実績がありますので、ここでは吉村についてご紹介します。吉村は2004年生まれ、2022年育成ドラフト3位で入団した選手です。フェニックスリーグでは3試合5イニングで7奪三振無失点と素晴らしい成績を残しています。左打者の背中から曲がってくるスライダーに加え、トルネード投法で球の出どころが見にくいため、左バッターにはかなり厳しい投手です。元中日の小林雅人氏は阿部キラーとして名を馳せるなど、阿部監督も左の変則には苦労していたので、吉村には注目していると思います。イニングイーター、ロングリリーフ。今村信孝と高橋優希です。この2人に関してはここ数年苦しんでおり、もう後がないと言ってもいいでしょう。ただ先発も中継ぎもどこでも投げられるので、長いシーズン必ず彼らの力が必要になる時が来ると思います。敗戦時、平内や畑、鈴木康平がこの役割になるでしょう。正直平内にはセットアッパーとして活躍してほしいですが、現段階ではこのポジションと言わざるを得ません。ここで結果を残してより良い立場を確立してほしいです。また阿部新監督は2軍で結果を残して1軍に上がった選手はまずは敗戦処理からという方針を公言していますので、この3投手も敗戦時の登板で結果を残す必要がありそうです。ここからは新戦力についてご紹介します。まずは堀田健心、少々活躍したこともありましたが新戦力と言っていいでしょう。2001年生まれの23歳、青森山田から2019年のドラフト1位で入団。しかし入団後間もなくトミー・ジョン手術を受けたことで怪我を隠していたのではないかとファンからも厳しい声も上がり、原監督は敏腕と言われた長谷川邦俊スカウト部長を更迭しました。ですが堀田のポテンシャルは誰もが認めるところ、ストレートで押していく投手なので、個人的には先発よりも中継ぎで1イニング全力の方が堀田の良さが生きるような気がしています。ウィンターリーグの最終戦では中継ぎとして登板すると、投じたストレートはすべて150キロ超え、最速157キロを計測するなど覚醒を予感させています。来シーズンはぜひ覚醒しなくてはならない投手です。最後はルシアーノ、2000年生まれの24歳、ドミニカ出身のルシアーノは2016年にダイヤモンドバックスとマイナー契約するとブルージェイズに移籍後、19歳という若さでメジャーデビューを果たしました。その後は怪我に悩み自由契約となり、2023年1月に巨人に入団。最速160キロの速球とチェンジアップが武器、変化球に課題があるものの将来性のある楽しみな投手です。秋季キャンプのフリー打撃ではストライクが入らず、阿部監督から苦言を呈されていましたが、翌日は見事修正していました。基本的にコントロールは荒れ気味ですが、ビエイラのようなタイプでまだ若いですから、慢心することなく野球に打ち込んだら覚醒しそうです。投手陣の編成を考察してきましたが、今年は駒が揃いそうです。巨人は FA 宣言した投手を取れなかったですが、私は今後積極的なトレードで先発投手を取りに行くと予想しています。この動画が面白いと思ったらいいねボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。